はい、皆さんこんにちは、ピカです。天外魔境2マンジマルやっていくよ。はい、前回、ここの人魚村のお姫様を、足元教5人兄弟から救い出して、まあここの女王様との約束を果たしたということなんですが、そしたら極楽太郎、返してもらえるか、女王様に面会してきましょう。なんか変化あるか。姫様は見物者に見せ物にされてたそうね。今回のことで人間全部お姫様が嫌いになれば楽なんだけどね。あの様子じゃ無理のようね。あんたやサンタさんみたいにいい人がたまにいるからややこしくなるのよ。あなたたちに個性はないんですか。ピラピラじゃありません。おー、サンタに姫さんいる。マンジマルさん、押水村のサンタです。輪島ではどうもお世話をかけてすいませんでした。まだまだ人魚と人間には溝がありますが、この子と二人で頑張ってみます。いい魚を産んでください。姫様。マンジマルさん、お母様にサンタさんとの結婚を許してもらったのよ。みんなあなたのおかげよ。私サンタさんの次にマンジマルさんのことが好きよ。本当にありがとう。よかったですね。いいポニョを産んでくださいね。ポニョポニョ、魚の子ですから。姫様、姫様じゃねえ、女王様、横の豚をちょっと返してください。万事丸殿の活躍、娘より伝え聞きました。お約束通り、この牢の豚を解き放ちましょうぞ。その前に忠告がございます。この牢の中の者、あなた様のような立派な火の一族ではありませぬぞ。わらわの知る生きとし生ける者の中で最低最悪、大ぐらい大嘘で、デクの棒、ぶっ殺したいレベル 100%。 根の一族の方がよほどまし。それでも開けると言われるなら、わらわは止めませぬが。いや、ボッコボコに言いますね、あなた。ずけずけという性格なんですね。どうされる？この牢を開けるのですか？もちろんです。海の神よ、万事丸をお守りくだされ。開けるというか自分で壊してるけど。極楽太郎。ついに出たぜ。千年ぶりのシャバの空気はうめえぜ。わしの名は極楽太郎。ちょっとした動詞でこいつらに閉じ込められちまった。もう千年も昔のことだ。忘れちまったぜ。さあマンジュマル、こんな魚くせえとこさっさとおさらばしようじゃねえか。お主を見ていると、人間とか人魚とか火の一族とか、そういう垣根がいつかなくなる。
そんな日が来るような気になってくるから不思議じゃ。命を大事にされよ、万事丸殿。はい、ありがとうございます。いざとなったらこの後ろの豚が盾になってくれるでしょう。ならば参りましょう、太郎殿。越中へ行くのです。越中へ行きます。太郎月中、僕たち越中、仏中しますか？どうですか？ダメですか？わかりました。ワープ拠点ぐらい作ってくれよ。お前これずらずら長すぎやろ。せっかく面白いストーリーなのによ。そこまでワープじゃ。極楽殿、あなたは怪力の持ち主とお見受けいたすが。ちょっと邪魔じゃ。体術同時め、内臓ぶっ殺し、頭突き、体当たり、1グループにか。頭突きでお願いします。ボス。気絶っていうか即死じゃありませんか、極楽さん。体術胃液なんですか？二日酔いですか？あんたちょっと汚ねえ体術使うね、あんた。極楽さん。なんじゃこりゃ、笑わせてくれるじゃねえか。笑うレベルなんだ。根の一族は本気か？こんな小石で道を塞いだつもりになってんのか。下がったな、万事丸。すぐに勝たしてやるからよ。はい。どりゃ。どりゃ。かっこいい。どりゃ。どりゃ。豚もおだてりゃ岩を割るっちゅうこっちゃ。どりゃ。ぶつかってるし。わしの足を止めたいんなら富士山でも持ってこんか。そうきましたか。でっけえこと言いやがる。気に入り申した。しかも素早いときた。ちょ待て。右上行けるね。先行っちまおう、これね。片っ端から行っちまおう、これ。黒はぎり。行っちまおうっていうか、天狗しか行けんのか。敵全員に毎ターン小ダメージか。お、効果はない。嘘でしょ、ほんとに。極楽、そういえばどんな装備してんの？
ブーム、ゴックル、素手でございます。すんげえな、お前。グレートマジンガーじゃねえか、お前、それ、お前。おいおい、グレートマジンガーだっちゅうの、それ、お前。ちょっと待ってくれ。これやるよ。あ、装備できねえんだ。まんじまる、しかし、まんじまると歌舞伎か。これは？あ、装備できないね。うん。まあ、いつか買ってやるよ、装備。俺のマネーでな。俺たち天狗の頭はカラスっていう妙な名の命知らずの大バカ野郎でよ。あっちから逃げ出すときに寄せばいいのに、しんがりなんかにいるから100倍の数の追手を相手にしてよ。その時から姿を見た者はいねえ。その大バカ野郎のカラス様が得意だった秘天の術をくれてやる。カラス様、見事な討ち死にされたんですか。敵一匹に火炎ボーボー燃え盛り攻撃大南無阿弥陀仏。わかりました。はあ、根の一族がかわいそうになってきました。はあ、哀れなやつです。そしたら越中の国に行きましょう。ところでよ、まんじまる。うん。あんたそんな強さで根の連中とやり合ってきたのか。なんですか。よく今まで生きてこれたもんだ。そこで相談だ。どうだ、わしの強さを見てだな、わしの家来になるかどうか決めるってのは。何？どうだ。嫌です。じゃあわしが決めてやろう。あんたは今からわしの家来だ。はい。人間的に問題ありです。あんた、うん、あの女王様に返品しますよ。山、火の一族を見かけたる者は城に通達するべし、殿様より。三田ヶ原洞窟を抜けて南に下ったところに美女平村という小さな村があるんじゃ。その名の通り美人が多い村なのじゃ。あの村だけは何としても生き残っていてほしいわい。ぐへ。変態め。あれ？
古代の人はね、蜃気楼っていうのは大きなハマグリが吐き出す蒸気だと思っていたの。ハマグリ姫も名前の通り蜃気楼を作り出すのが得意じゃないのかしら。だってあんなにたくさんの城が一夜にしてできるなんて、蜃気楼でもなきゃありえないわ。武器屋。いらはりませ。武具屋でございます。あ、この極楽目に何かやってください。あれ、極楽装備できるもんねえぞ。いやいや、早さ雪割りの長靴、早さ7か。頭巾ね、6。まあそしたら頭巾、でまず売れ、長靴ね、長靴と、これなんかいらんわこれ。で長靴で買って、長靴よし、これでいいよね。うん、極楽に合う、極楽に合う装備ねえな。特注品だからね。東の部屋に根の一族のゲーム場が立ち上がったんだよ。ゲーム場って言っても一個の城じゃねえぜ。地平線の彼方までダーッと並んでんだよ。おかげでそこらの、あの辺りの村はみんな潰されちまって、越中にはもうここも入れて3つの村しかないんだ。南東の三田ヶ原洞窟が唯一ゲーム場のある部屋に通じておる道じゃ。じゃがあそこを抜けると城が並ぶ部屋の真っただ中に出てしまう。危険じゃから行くのはやめなされ。まあ殿様に会わんとね。根の一族が不安な毎日ですが、だからこそ私たちは早く祝言をあげよう、祝言をあげようと決めたのです。夫婦のちぎりを結んでおけば、たとえあの世でも美穂と私は一緒です。わし幸せでいっぱいなんです。もうすぐ息子が祝言をあげるんですよ。小さい頃から手塩にかけて育ててきた息子も嫁をもらうほど親にとってこれほど嬉しいことはありません。あなたが美穂さんですか。息子のお嫁さんはね、美女平村の美穂さんっていうお嬢さんなの。私おっかちゃんよ。おっかちゃん、美人揃いの美女平村でも三国一の器量よしって評判の娘さんなのよ。私たちにも懐いてくれて、そんな娘さんが息子の嫁になるなんて幸せですわ。ああ、そうなんですか。美穂さんね。美女平村ね。そろそろ冬だわ。今年は暖冬かしら。雪降るかしら。
この地方の寒さは厳しいのよ。早く冬支度をしないとね。はい。ここの武器屋はどうだろう。あ、こっちの方が早いじゃねえかお前。ミスったなおい。いや、ここにも極楽の合う武器はねえな。よーし、おっと、おい、南の門を抜ければ越中だよ。だけど根の一族から魔女を守るため殿様が門を閉じちゃったんだ。あ、そう、閉じてるね。まあ殿様に会いに行ってきましょう。おお、その髪その服その顔つき、まさしく火の一族の皆様であられますな。殿がお待ちです。さあさあ中へどうぞ。はい、わかりました。我ら富山の兵も果敢に根の一族と戦いましたが、矢はつき、刀は折れ、もはや戦う気力すらありません。この上は火の一族の皆様を置いて国を救うものはございません。どうかお頼み申します。我が殿と金沢の殿は実の兄弟なのでござる。だが我が殿は金沢の殿とは違い、民を重んじ国安らかなることを望む心優しきお人にござる。殿に仕えることができて拙者も幸せでござるよ。なんか白瓦がリボンになってるけど、おしゃれな殿様でござるね。ここ降りれるな。あそこも横も降りれるね。殿は越中の国を案じるあまり、ここ行く晩もお休みになっておられないのだ。そうなんですか。それでこそ民を重んじ国を愛する殿様でござる。これは何でござる。サウナですか。牢屋か。誰もいねえし。殿様、こっちか。あ、左側に上がるとかったね。オッケーオッケー。おお、いたいた。
火の一族の皆様ですね。よくいらしてくださいました。私が富山の友でございます。ご存知の通り、越中は玄武城に踏みにじられ、民は根の一族の横暴に苦しんでおります。玄武城はおぼろ影のごとき城、消えては現れ、現れては消える。我が城からも調査の者を使わしておりますが、用としてその正体は知れませぬ。この上は火の一族の力を借りるほかないと思い、皆様をお待ちしておりました。この国の民のため、どうかそのお力をお貸しくださいませ。はい。おお、これできっとこの国は救われます。東にある2つの洞窟を抜けると、三条という村があり、そこに伝次郎というからくり職人がいます。伝次郎ならば玄武城への道を示す道具を作れると思うのです。まずは三条に行かれたらどうですか。東ですね。わかりました。東に向かいます。歌舞伎はどこにいるんでしょうね。まあ、とにかくここ武器屋も極楽のね。待って、武器屋じゃなくてなんか道具屋とか雑貨屋に極楽用のなんかあるのかな。道具屋見てくっか。春眠の杖ってなんだよ。あ、これこれ、え、タルタルタル、酒だる。え、漬物石で撲殺し、プラス12以下 OK、 漬物石ね。春眠の杖ってなんだろう。敵一匹に睡眠効果。ほう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 、なるほど。買っとくかな、極楽に。極楽どうせ巻物使えないと思うから、この杖をね、うん、杖を振らせて敵を眠らせる、そういうのもいいんではないかな。まあまあまあ、今のところはいいか。まず樽で守りを固め、で漬物石も装備。よし、これでよかろう。よし、坊主開いたぞ。うん。越中の国。まあまあ、伝次郎というやつを、まあ、見つけに右下の町行けばいいのか。天狗結構あるな。まず天狗から行ってこようか。右にあるね。何？4人だと？
へへ、箸壊れてるぞ。極楽なんかできんか。できんな。ならば下から行くしかないか。っていうか行けるのかこれ。橋つながってるとこないんじゃないの。これも根の一族の仕業か。ちょうど橋5つぐらいあると思うんだけど。ことごとく橋が壊されている。ならばここじゃ。まあ下行けるか。まあさすがに4匹とか5匹とか出たらちょっとめんどくせえな。早いとこ歌舞伎を戻したい。いけねえな、全部壊れてる。おお、御田ヶ原洞窟か。オッケーオッケー。ここが玄武城と通じる唯一の洞窟だって言ってたもんね。まあ探索したいけど、まあいいでしょう。ああ、こう光ってる。ここから行くのか。はい。嘘つか、嘘ついてるこれ。え、何、幻覚だと。避けていけ、めんどくせえ。え、これが敵なのかな。まあこの普通にフィールド歩いてるの、こういう感じで敵と遭遇してんのか。結構いるけどね。まあ違うでしょう。これしょっちゅう遭遇するな、これだけだと。ああこれ黄金虫の卵を高く売れるって、なんか京都だったかな、言ってたような気がする。まあ一個ぶっかってみっか。おまんじまるじゃねえかお前。これしかもなんか青年っぽくなってるし。いや強っ。これはちょっと避けていこう。あれ？なんかワープしてる？これ。なんかワープしてるぞ。あいつだ。わしは和田摘五人衆が一人、磯花法師だ。あの岩を通り抜けてくるとはな。どうやら後ろのでかいやつに助けてもらったらしいな。だがデクノボを一人仲間になったところで、このわしには勝てんぞ。やってみよう。なかなか強いようじゃ。いや効果なかったか。もういっちょ。
脳みそが揺れた。よし、眠ってる。ぶっ殺せ。目覚ました。黒はぎり、力を貯めてる。ここは防御しとけばいいっちゅうことか。まあまあいい、戦え。よし。ち、一時引き上げだ。万事丸よ、わしを倒したければ現務場へ来い。もっともお前には現務場の場所すらわからんだろうがな。よけ。水花法師めが。よし、抜けれた？抜けれたようじゃ。うん、まずは下行って伝次郎とやらを探そう。あ、なんだ、あれが城か、玄武城か。うん、マップに映ってない。これはやはりレーダーが必要のようじゃ。東地獄のうなずき堂、南天国の美女平村、南です。もちろん南です。南国です。なに、強えな。美女平村、なんかオアシスとはかけ離れた音楽流れてるんですが。万事丸殿か。拙者富山の殿様の命で玄武城の秘密を探っております。北の平原の無数の城は全て幻。そこまでは分かったのですが、その本体がどこにあるのかは。何？開目？開目？分からん。見当をつきかねておりますので。東の越後の国には伝次郎という古今部類のからくり職人がおるそうでござる。越後行かなければいけねえの？特に大麻用の優れものをこさえさしたら天下一の腕を持つ男だと評判でござる。きっと伝次郎なら玄武城攻略に役立つからくりを作れると信じるしかないでござるよ。そうでござるね。
越後か。わかりました。おいおい、冗談じゃねえぜ。この美女平村は綺麗な姉ちゃんが山ほど住んでるって聞いてよ。どうせこんなご時世だ、死ぬなら美女平村で溺れ死にてえよっちゅうことで命からがらたどり着いたってのによ。一人も綺麗な姉ちゃんなんていねえじゃねえかよ。汗くせえ鎧男がだけじゃねえか。俺っちの汚れのない汚れのない心は踏みにじられましたぜ。騙されたんですね、要するに。南の山のちょうど反対側に地獄谷村っていう小さな村があるっす。えらい天狗様もお住まいだそうっすよ。南ですか。この村は確かに美女平村って名だが、ご覧の通り美女なんていませんよ。若い女すらいないんですよ。いないって言ったらいないんだよ。何切れてるんですか。美穂、どうしてあんな姿に。神様、どうか美穂を、美穂を。あら、あたしったら、美穂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 と、美穂とけの心のままって言ったのよ。何か美穂にあったようだ。美穂、なんか隠してるぞ。何かこの村隠してる。美穂、ああ、もうすぐ嫁入りだったのに。あんた今の話聞いたの。いや、うちには美穂なんて娘はいませんよ。いませんったら。何を隠してるんです。道具屋。なんかあるか。武器屋。違うか、極楽じゃねえんだ。上のじいさん行ってねえな。あんたも歌舞伎さんと同じ火の勇者かね。根の一族さ、必ずぶっ倒してくれるとね。約束できるんか。ほんま約束してもらえるんか。もちろんです。だば、神社の中さ入って、その目にわしらの恨みばしっかり焼き付けてくる。何があったんですか。なんすかこれ。あの回転寿司ですかこれ。貝だらけでパックンパックン開いてるじゃないですか。あの汚い何か。歌舞伎様、早く早くこの貝殻を取ってくださいまし。歌舞伎様、歌舞伎様、パックンパックン開いてますのよ。ダメです、これ重傷です。見てこんなまし。この村の娘っ子たら全員こんな姿にされてしもうた。こんなことして何になると。ハマグリ姫は美人じゃそうじゃが、
自分以外の美しい女をこの世から消してしまうつもりなんじゃ。村の者でとりあえず娘たちをここへ隠そうってことに決めたんですよ。だってこんな姿を他人に見られちゃ娘たちが自殺しかねないものね。そうですね、なんと残酷な回転寿司かと思っちゃいましたよ。まあ、とりあえず南へ行けば良さそうですな。 南の、 あの地獄谷村っていうとこに次は行けばいいのか。わかり申した。待って、ここに赤鎧いるな。あの上の赤鎧まだ喋ってねえのか。カラクリや伝次郎を探しに別動隊が東の越後へ行ったはずなのだが、一向に連絡がなしのつぶてでござる。今ダジャレですか。なしのつぶてです。越後へ入るには北にある国境のうなずき堂を抜けなければならぬのじゃが、もしや何か事故でもあったのか。船付き堂か。越後に行くべきか南の地獄谷に行くべきか。まず南から行こう。分かった。よし、南じゃ。左下だね。天狗もついでに取ってくっか。天狗のとこまでワープじゃ。汚い。天狗行けねえじゃねえか、ここ山で。万事丸さんよ、もう気づいているとは思うが、俺たち天狗の正体は根のものさ。今じゃすっかり足を洗ってるがな。いや、それ伊勢かキーの国で聞いたよ。イヒカって知ってるよな。まああいつらの仲間だと思いねえ。あんなにおつむはよくねえがな。千年前に戦争に嫌気がさしてな、あんたらのマリ様に助けてもらってよ、今こうしてあるわけさ。俺たちがおめえさんたちに巻物をくれてやってんのは、いわばマリ様への恩返しってやつよ。俺の巻物は力王っていう名だ。使いようによっては無敵だぜ。根の連中も使うけどよ。ちょっと待って、画面がちょっとおかしいな、これ。たまにね、画面おかしくなるんだよな。こう編、まあ、編集の時はおかしくないんだけどね、こう、画面がね、でっかくなるんで、上が見えないんですよ、今、現在、僕の画面で。だから字読めねえな、こうか。直ってねえし、あ、直った。ちょっと待って、力を。仲間一人の攻撃力増加か。分かった。で、どっから行くんだ、あれ。なるほど。南の地獄谷って、行けねえのか。はぁ。うなずき堂を通って越後の国に行かなければいけねえのか。南の地獄堂、山に囲まれてるわ。行けねえわ。
左下のマップの、まあ、左上に映ってるけど、あれ地獄谷村なんだよな。みんな山に囲まれてるんですよ。あっち側から行く感じみたいね。うん、まあでもおそらくあの左下のバッテンっていうやつを、まあ何かしない限りその村には行けそうもないね。あそこからまあ橋渡って行くような感じか。まあそしたら次回はうなずき堂から始めればいいっちゅうことか。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回越後に向かって行きましょう。待っててください、伝次郎。またね。